麻生太郎麻生包囲網は2007年自由民主党総裁選挙において自由民主党総裁に立候補した麻生太郎に対し自由民主党の八派閥が福田野草を擁立して対抗した政治運動のこと2007年9月12日安倍晋三が首相辞任を表明これを受けて党執行部は後継総裁選挙を14日告示マイナス19 日両院議員総会で行うことを告知した。これは9月25日に予定されていた首相の国連演説を考慮した日程であったが、これには期間が短すぎるとして自民党総務会で異論が続出。最終的に選挙日程も当初より4日延長し、18日、公示23日両院議員総会となった。また、安倍が属する、町村派でも安倍内閣で、 安倍の辞任劇に対して、幹事長として、安倍の体調を知っていたにもかかわらずこのような事態になった麻生に対しては、安倍を晒し者にしたという感情の反発が強く、9月13日に同派閥に属する福田康夫総裁候補として擁立し、安倍、麻生体制で礼遇されていた山崎派、小賀派、谷垣派の支持を取り入れることに成功した。 その後、伊吹派、高村派、二階派も、福田支持の流れに乗った。麻生が有力な自民党後継者候補であったことから、麻生が幹事長として自由民主党総裁選挙を取り仕切ることに自民党内部で反発が起こり、優勢民営化法案に反対して自民党を離党した平沼武雄の復党を積極的に進めていた麻生と対立していた小泉チルドレンは、 小泉純一郎の擁立を格索し、反麻生の態度を示した。その結果、麻生派、対8派閥という議員勢力で圧倒的大差となり、麻生に厳しい情勢となった。麻生包囲網の下地は、安倍大臣、総裁選の幕開けよりも前からできていたとも言える。2007年の参院選で自民党敗北が濃厚になってきた時点で、青木幹を森吉郎、 中川秀直の三人には安倍を下ろし、福田を擁立してこの南極を乗り切ろうとする構想が出来上がっていた。しかし、安倍の名優である麻生が首相の続投を進めたために、この構想は頓挫し、青木や森の思惑は麻生によって封じられてしまう。一方、安倍政権下で非主流派であった山崎拓、小鎌こと加藤光一らは参院選の惨敗や内閣。 改造後も連発した閣僚の不祥事を受け、安倍と共に、麻生の連帯責任論を唱え、同じく非主流派の谷垣定一や、安倍とは路線の異なる福田康夫の擁立を模索していた。また、小川、小泉純一郎との清掃に敗れて、政界引退していた野中広文に連絡し、派閥官の調整を依頼した。状況下の中は、TBS の時事放談で、 麻生クーデター説を引用して麻生を国表し福田支持を表明した。安倍の首相辞任後、福田擁立で党内をまとめたい、青木イコール森ラインと新友区の思惑が一致し、この二つの勢力を核として麻生包位網が成立するのである。最大派閥、町村派の事実上のオーナーであった森は、自派閥から三人連続して総理総裁を輩出していることから、 派閥会合で、町村派議員が、積極的に後継総理を擁立する言動を自粛させ、他派からの町村派への反発に配慮した。法医網形成のイニシアティブは、あくまで親友区の側に持たせた。こうして、彼らの顔を立ててつつ、一気に福田雄生の動きを作り出したのである。ただし、安倍晋三の名友である、中川昭一や菅義偉、鳩山国らは、 派閥よりも自らの思想心情が近いオフを支持し、総裁の推薦人となった。福田は圧倒的な派閥の支援を背後に自由民主党の総裁に選出された。しかし、総裁選では麻生候補は下馬票を覆し、197票を獲得するという予想以上の前線を見せた。これはこの派閥領収主導の福田擁立に反発する。 議員が多かったことや、用意された原稿で演説していた福田に対して、麻生が小泉純一郎のように持論を展開しての演説で、好感を持たれたことが、効果に出たとされる。谷垣派と二階派は、福田支持で固まったが、その他の派閥は、麻生へ、相当数票が流れた結果に終わった。福田首相は麻生に入閣を求めたが、麻生は辞退し無役に退き、 次期総裁選への決意を示した。ルフした、政治家ルフした、評論家衆議院、編集参議院、編集2008年9月1日夜に、福田首相が退陣表明を受け、翌9月2日には麻生幹事長がトップを切って、立候補を表明した。前回の総裁選で、福田首相を擁立したメンバーのうち、小釜こと、山崎拓、加藤孝一の、 新、ユークは、協議を行い対抗馬を擁立する予定だったが、対抗馬が乱立した上、小賀、山崎が、麻生支持を表明したことで包囲網は機能せず、加藤は、福田首相擁立に動いた責任から、今回の総裁選で、特定の候補を応援しないと公言した。ありがとうございます。